はい、こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。今回話す内容はもうすっかりね、どっぷりと春になってしまいまして、もう4月のね、半ばになるかな、この動画が流れる頃には。で、4月から新生活始まる方いっぱいいらっしゃると思います。すごい不安で悩んでる方もね、いっぱいいると思います。で、まあ、新しい生活、入学式、入社式、結婚して新しい地域に住むとかね、いろんなあの局面を迎えている方がいると思います。ね、なんとか新しい環境で頑張んなきゃとかね、人からよく見られなきゃ、ね、見られようとしなきゃとかね、頑張ってる姿を分かってもらいたいとかですね、まあ、承認欲求がね、強くなってくるのかなっていうところで、で、ここでじゃあ心を強く保つためにどうしたらいいのかって言ったら、別に、これが正しいってわけではなくて、あくまでも持論なんですけども、まあ、だって俺しかいないから今ね、ここには。だから俺の例で挙げていきますけど、一つの、ね、一つの考え方として、他人は気にしないということをまず考えます。もう場外に追いやります、そういうのは。で、例えばね、職場の先輩だとか同僚とか、あとはクラスメートとかからね、先生とかね、なんかいいように見られたいなとかね、こうね、なんか頑張ってる姿を認めてもらいたいなとかって思うこと自体がもうすでにね、心に負担かけちゃってるんですよ。で、そうじゃなくって、結局そんなにあなたのことは誰も見てません結局ね、結局ねだってそんな暇じゃないから、相手も。で、まあ、それはだから一つの考え方で、そう思い込んでください。で、さらに言うんであれば、その文句を言っている相手とかね、うるさい上司だとか、そういう先輩だとか言ってる、そいつはそいつの気に入ることをやったとしても、あなたに頑張ったとしてもお金はくれませんので、何も助けてくれませんので、まあ精神的な、なんかアドバイスとかのそういうので助けてくれることもあるかもしれないけど、嫌なやつと関わると余計ストレスがかかるんで、もう嫌なやつとは関わらないっていう方法ですね。もう他人事、もうシャットアウトするという形でいいと思います。別にそんなにコミュニケーション取らなくて、社会っていうのはやっていけますんで、 今やね、そこまで口頭で目と目を合わせて話し合うとかっていうのも少ないです。メールで連絡とかね、人数の多い会社だったらそんな当たり前になってきますんで、だからまあちょっと小さい会社入った人は、ね、かわいそうですけども、頑張ってもらうしかないんですけども、あくまでも俺としては、あと文句を言うやつは必ず何をやっても文句言うんですよ。いいことをやろうがね、いいことをやろうが、なんか怠けようが、何しようが、何か言おうが、ね、重箱の隅をね、こうつつくような形で見てるしか、結局まあ、ちんけな考え方しか持ってない人たちなので、かわいそうな方なんですよ。心が貧しいから、心が小さいから人を責めたくなったりとかね、人のことを妬んだりとか、攻撃性を持って相手に接するとかっていうのをやってくるんで、そんなやつと関わっても時間の無駄だし、何のメリットもありませんので、だから文句言うやつとか嫌なやつと関わっても絶対メリットがないと、まず思い込んでください。で、関わる必要性もありません。無理に努力して相手に媚び打ってまでコミュニケーションを取る必要はありません。そんなことやんなくても人間生きていけます。で、その人の評価が悪かろうが何しようが、評価はその別の上司だとか会社がするところなんで、で、その会社が変だったらもうそれで辞めてしまえばいいだけの話で、職場いっぱいありますんで、会社もいっぱいありますんで、その道だけが自分の正解の道ではありません。人間というのは選択肢の連続で選んでいくわけです。で、どの道行ったって別に死ぬわけではないんで、殺されるわけではないんで、命は取られることはありません。どんな失敗しようが、ね、どんな、ね、ことが起きようが、命を取られることはないので、まずそこで安心してください。まあ、殺されませんよというところで、で、あとは、ね、そういう人にまず関わらない。だから、そして、その人はもう何をやってもやっぱ文句言うから、もうほっとくと、もうほっとくと。で、自分はそこに対して、例えば会社であるんであれば、会社に金を稼ぎに来てますよと、で、日銭を稼ぎに来てますよと、それぐらいでいいんじゃないですか、そういうのでね。やっぱり一番心に負担かかるっていうのがね、全然バッドな状態になりますんで、もう自分らしく、そして自分が主役なので、自分のそして人生ですから、どういう選択をしようが、誰が何を言おうが、気にすることはないです。気にしちゃダメですよ、逆に、うん。まあ、もちろんコミュニケーション大事な瞬間はありますけれども、そこまで大げさに、なんかその人とね、
コミュニケーション取らないと死んでしまうみたいな、そういうのは考えない方がいいと思います。全くそんなことはありません。そしてその人が例えばいい評価しても何も世話はしてくれませんので、そしてその人がいろんな人がアドバイスしてて失敗したとしても、そのアドバイスした人は絶対責任取ってくれませんので、あの結果的にケツを拭くというか、あとは復活するのは自分の力でしかもうありませんので、やっぱり メンタル面をあの弱くなってしまうと全てにおいて何もできなくなってしまうので、もう心という部分でのメンタル面はあの絶対に、もう自分で守るべきですね。壊されるぐらいだったら自分から飛び出てあのその環境を変えるっていうのがね一番だと思います。相手を変えるということはすごい難しいことです。やっぱりだって自分が言ったところで相手がそうだと思ってることがあれば、相手の信念っていうのがあれば、それを曲げてまでその人が変わるってことはまずありえません、ね、特に年齢がいくほどそれは大きくなりますし、別にその人がそっちへ進もうがあなたの人生には何も関係ないことなので、それぞれ各々ね、各々ね、あの好きなように生きていけばいいと思います。俺はそれだと思います。あまりねあの他人の目とかあの評価とかそういうのって気にしない方がいいと思います。そんなに本当に見てないんで、あなた自身のこと見てませんからね、そんな暇なやつはいませんので、あのちらっと見るぐらいですよ。でそうして何か言って、ああ、あいつはダメだとか何か言うやつがいれば、そいつは何をやっても何どういうことをやったとしても誰に対しても文句を言うやつなん でそういうやつはほっとくと、あの絡まないというね、あの絡むだけ人生の時間と、時間も無駄だし何にもメリットがないんで、というふうに俺は考えています。そういう割り切るという、まあ、割り切るということが大事かなというところですね。まあ、自分勝手に生きろということではなくて、あの気にしない、関わらないということがね一番いいかなと。でそうじゃないと あのねこの長い人生やっていないわけですよ。いろんなことがあるんですよ。あのそして、ね、出会いもあっていろんな目線もあって、でいちいち一人一人そんなのを、ね、気にしてたらあの生きていけませんので、もう本当に、ね、だからあのこうやって YouTube で動画を毎日配信して陰で文句やれようが、全然こいつ気にしてねえなって、どうしてそんなメンタル強くなるのとか、まあ、メンタル強いですねとか言われるんですけど、あの強くないですよ、普通の人なんで、ただそういうのを気にしない人なんて全然気にならないんで、あの勝手に言えばっていうところで、でそんなの気にしたらだって YouTuber できないからね、本当にあのどんなに底辺だろうが有名だろうが、あのいちいち気にしてたらもうね身が持たないの で、まあ、ましてや俺なんかはこれが本業じゃないんでね、本業がきちんとあって、でなんだかんだ、ね、ありましたけども愚痴ることもありますが、今ね本当にあのちゃんと迎え入れられて、今担当も持ってあの普通に、ガンガン今 やり始めてますんで大変ですよ、本当に大変な仕事なんでね、数字も絡むし、あのやり取りもね、業者との折衝というのはあったりしますんで、いろんな要求したりとかね、それを突き詰めていったりとかいろいろありますんで、まあそれどころじゃないんですけどもだからもう向いてる方向が全然違うんですよ。あのもうくったらね、あのもうね、あのことを文句垂れてるやつなんか全然目に入らないんであの申し訳ないけど時間の無駄ですみたいな、あの何もなりませんよっていうね、本当に。だからあのそうやってね、心弱くなってる方とか悩んでる方とか、もう相手っていうのはもう関係ないです。もう自分自身が主役なんで、自分がどう見られようが勝手でいいんです。自分が楽しければいいです。自分が楽な方へ行けばいいだけの話なんで、そして命は奪われませんのでね、あの無理やりなんか歯食い縛っていって、で精神すり減らして結果的に働けなくなっちゃうっていうこともありますんで、そういうのであれば早めにあの傷は浅いうちにあの他の手段を選ぶという、ね、いろんな手段がありますから、どれが正解なんてないんですよ。でもうあの昭和の頃みたいに石の上に30年って全然かっこよくないんで、あの逆に移れる能力がある方の方が、そして受け入れられて、ね、どこ行っても受け入れられるっていう方の方が、なんか金はそんなにほら、ね、稼げないかもしれないですけど幸せかもしれないですよ。あの心はあの非常に楽になりますんで、まあ、特にあのあくまでも一例ですけど、俺もあのいろいろ自分から決断をね、あのしてったことはあります。会社からあのクビになったっていうことはありませんので、あのなんかこうリストラに会うとかそういうのは一切ないんで、まあ普通に生きてりゃいいんですよ。あのそして他人を絶対に気にしない、気にしすぎない、絶対他人に気、ね、他人を気にしすぎないっていうのが一番ポイントです。まあ、人生一度きりの人生なんで楽しく生きていきましょう。それだけです。
まあ、あくまでも参考なので、あの困ってる方、弱ってる方いたら、あくまでも参考なんで、試してみてください。気にしないっていうことです。意識を他へ持っていくということですね。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。